しもし。あ、もしもし。もしもし。はじめまして。はじめまして。大茶と申します。大茶さんどうも。ちょっと緊張しますね。いや、緊張しますよ。神様からお邪魔いただいて。いや、大茶も、大茶さんもすごい大出世して、僕もたまに見てますよ、たまに。ありがとうございます。光栄です、神様。いや、神様って。いや、神様でしょう。あ、本当に。神様ですよ。ああ、ありがとうございます。私が YouTube 始めたのは、神様の影響ですかね。私は原点なんですよ。ああ、そう、一番初めに？そうなんですよ。ああ、そうなんですね。はい。うん。いや、もう、あれでも、いつぐらいから人気出てきたのかな ?2 年ぐらい前かな ?2 年ぐらい前ですね。ね、2年ぐらい前から急に、オオスズメバチから、もう今や、俺の友達とかもみんな知ってるっていうからね、おーちゃんさんって。そうなんですか。そうそう、四国のね、アクアリウムのね、友達もね、おーちゃんの知り合いなのみたいな。まさかそうなるとは全く思ってなかったんですけれども。ええー。でもそれもこれも神様のおかげですよ。ああ、ありがとうございます。すべて神様のおかげです。神様なんだ。高橋さんってトカゲ、名前つけてるじゃないですか。はい、もう神様にあやかって、高橋の名字使わせていただきました。ああ、いえいえいえ。ちょっと待ってください。なんか、ちょっと、呼び鈴が。ああ、はい、どうぞどうぞ。あ、すいません、ちょっと失礼します。ああ、はい。一旦切っていいですか？折り返しかけさせていただきます。わかりました。はい。荷物が届いたんで、失礼します。はい。ということでね、おーちゃんさんからも、本当に、電話いただいて、やっぱあれだよね、この今日引退、最後の放送になるから、うん。まあ、高橋魚神として復帰することはもうないんで、うん。まあ、いい思い出になったかなと思うよ。うん。うん。あ、おーちゃんさんが出る。あ、もしもし。もしもし、失礼しました。あ、いえいえ、どうもどうも。本当に引退されるんですか？あ、もう今日で終わろうかなと思って。それは高橋魚神としての名前で活動するのをやめられるのか、それとも YouTube 自体をやめられるのか、どっちなんですか？いや、まあ、ちょっとその辺はあんまり大きなこと言えないんですけどね。はい。とりあえず、もう高橋魚神としてはもう活動今日で引退していくっていう。そうですか。ええー。映画も上がらないっていうことですか？そうですね、一応。今上がってる動画はどうされるつもりなんですか？いや。どうしようかな。まあ、あんまりあれがないから、その思い込みっていうのが、まあまあ残しとこうかなっていうぐらいで。うん。じゃあ、ぜひ残しておいていただきたいです。ああ、わかりました。結構、はい。頻繁に見るんですよ。あ、見て。神様の映画。ああ、そうなんですか。もう、何回も見て、もう、シーンとか、割ともう、視覚で覚えてるんで、ええ、車で長距離運転するときとかに、もう、音声だけ。ちょっと垂れ流して聞いてたりとかするんですよ。ああ、そう、あ、未だにですか？はい。ドライブの時、長く再生できる動画がいいんで、あ、はいはい。どうするかって言ったら、高橋魚神映画で検索して、それで見たい映画を選んで、実施するんですよ。いまだにそうしてます。あ、ありがとうございます。はい、お茶さん、あれですね、今度、いつかコラボしますか？はい、ぜひお願いします。もう高橋魚神は多分その時死んでると思うんで。はい。その時はどういうお名前になってるんですか？カブラさんなんですか？また多分カブラになってるんですかね。あ、じゃあ、あっちのカブラっていう名前のチャンネルはまだ。あっちは、業務的な感じでやっていくつもりです。業務的な感じですね。はい。やりたくもないガサガサを無理やりやって、中津飛ばずの。あんまりやりたくない。あんまりやりたくないですか。うん、いや、やっぱ、神様、うん。はい。いや、どうぞ。あ、神様としては、じゃあ、神様がやりたいことは今何なんですか？引退放送？引退放送。いや、
ですよ。いや、それ以降はね、まあ、肉体的にもちょっとね、あんまり体だるくて、はい、死ぬとかじゃないんだけど、はい、あんまり外出したくないなって感じなんで、まあそこもあるかなっていう。はい、まあ動けるんですけどね、まだまだ。うん、はい。はい。でもぜひにコラボはお願いしたいです。あ、いやいや、こちらこそ。はい。別にガサガサでなくても大丈夫なので。何でもいいですよ。あの、電話でつなげるでもいいですし、あ、まあ今つなげてますけど。はい。いつ できるなら、なんかいつもの絡みがいいですね。何がいいですか？何でもいいですよ。釣りでもいいし、ガサガサでもいいし、そうですね。はい。そちらの方でガサガサをするか、私は、琵琶湖でワカサギが救えるんですよ。神様のフィールドの神様の領地だと思うんですけど。いえ。あ、滋賀県の琵琶湖で。はい、湖西の方で、ワカサギが産卵のため大きいのが寄ってくるらしくて、それを、夜になるんですけれども、網つくって取るでもいいですし、あともうちょっと季節が進んでくると、うん、富山でホタルイカが救えるんですよ。それを取って食べるっていうのもどうかなって思いまして。ホタルイカがいいですね。ホタルイカがいいですか？食べられますもんね、やっぱり。まあ、ワカサギも食えますけども。それが何月ぐらいですか、おーちゃんさん。何月？ 3 月ですね。3月がいいです。3月の新月近くの大潮か中潮の時あたりですね。おじゃあ、1ヶ月後ぐらいですかね。1ヶ月後ぐらいですね。ちょっと今、はい、この月齢見てないんでわかんないんですけども。あ、おじゃあ、そのあたりに連絡いただければありがたいんですけど、ちょっと今月齢を見て、大体の時期を今決めてよろしいでしょうか。あ、いいです。何日でも僕合わせられるんで、自由なんで。あ、ちょっとスカイプをしてきた人がいる。ちょっと今切りました。はい、すみません。ちょうど1ヶ月後ぐらいがちょうどいいですね。じゃあ1ヶ月後ぐらいってこと。そうですね、1ヶ月後ぐらいで、はい、13日、1ヶ月後の13日が新月で大潮なんですよ、はい、その前後、ちょっと後の方がいいですかね。あ、わかりました。14、15、16、17あたりがいいかなと思います。天候次第でもあるんですけど、あんまり海荒れると無理なので。あ、了解いたしました。そのあたりの、ええ、そのあたりで取り組むということで、うん、またどうして予報とかが出てきたら、またご連絡させていただきます。 あ、了解です。あと何かあったら、ツイッターの方で DM 送っていただければ全然対応いたしますので。とりあえず僕何日でも何曜日でも合わせられるんで、そのおーちゃんさんの都合のいい、はい、っていうか、そのいい時言っていただければ。あ、それでどうしましょう、それ。あ、またそれ以上はまた話しましょうか。その細かな面は、その1週間ぐらい前に。はい、うん、了解です。それでおーちゃんさん、ありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。じゃあ3月上旬か中旬、また連絡いただければ、その時に打ち合わせして、ホタルイカの捕獲っていうのはやりましょう。はい、ホタルイカ捕獲よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、光栄です。本当にありがとうございます。いえ、高橋魚神っていう、はい、そのお名前で釣りの活動されてたじゃないですか。はいはい。そこが本当に私の YouTube の原点なんですよ。ああ、そうなんですね。その神様の動画を見始めた時って、本当にストレスめっちゃ溜まってて、将来不安で、はい、ええ、もうその動画を見て本当に救われたんですよ。救われた。はい。おお、でもこんな動画が作りたいって思って始めたのが原点なんですよ。ええ、おかげで今、ええ、ここまでになれたんです。本当に感謝してます。いえ、ありがとうございます。こちらこそ。本当にありがとうございます。はい、それではまた、連絡、じゃあしてください。はい。はい、すいません。ありがとうございます。はい。ということでね、最後の放送に、連絡していただきました。ちょっと今、ちょっと電話しますね。ちょっと電話かかってきたんで、
ちょっと2分。